皆さんこんばんは。今回は予告通りクリスマスイベント来たので、1の1から順番にやっていきたいと思います。どう？もうみんなガチャ回した？私はね、この端末には4体かな、雫と蓮波とあと2体、ディオニスとメルクリオがやってきました。でサブの方も合わせるとね、フラン以外全部来たんだけどね、一番フランが欲しかったんだよね。それは結構ショック。フラン狙いだったんだけどね。でその次にディオニスが欲しかった。ディオニスかっこいいね。今回も魔族特攻だし。あ、これか、施設、魔法の本だかなんだか。じゃあちょっと設置してから続きやろうかな。はい、1の2行くね。危ない危ない。魔法の絵本をさ設置して、でついでにレベルアップも予約してから続き行こうとか思ってさやってたら、1分で建築終わるから、なんかお茶飲みながらポケットやってたら気がついたらレベルいくつだったかな、魔法の絵本。ちょっとだけ上がったんだけど、ダメだダメだ、続きやんないとと思ってね、ようやく再開した。あ、ここでキャラ2体来るんだ、パーティー加入するんだね。じゃあ次からパーティーに入れてやってみようか。じゃあほい、じゃあ次行くね。はい、2の1から再開します。なんか王子めちゃくちゃ乱暴者っぽいな。なんであんな、なんか気性の荒そうなおじいさんにまできつく当たってるんだけど。彼はなんか自分の質問に同意を得たいわけ。ちょっとよくわかんない。まあこれから分かってくるのか。あ、なんか親密度上がらないんだね。これなんか鍵みたいなのかかってるな。お、武器ゲット。よし、じゃあ次行こうか。はい、2の2行くね。サクサク進むで。
あ、閉まってるな。あ、スイッチあるわ。あ、弾が邪魔だ。宝箱開けれたかな全部。あ、オーケーオーケー、よし、そんじゃ次行こう。はい、ニノさん行くね。やらかしちゃったな。また録画ボタン押し忘れちゃった。最近ちょっとよく録画開始忘れちゃうんだよな。まあまあ、ルーン集めだと思って気にしないようにしよう。よし、はい、それじゃあ次行きます。はい、3面行きます。王子やっぱり乱暴者だな。ルーシーとエシリアに当たり前のことを言われてたね。それじゃあダメだとか、押し付けは良くないとか。子供の方が王子よりしっかりしてるじゃないか。宝箱見逃すところだった。今回宝箱いっぱいあるな。おお、たくさんルーン拾った。そういえば今回のガチャのメルクリオどうなんだろう。見た目は結構好きなんだけどね。まだ育ててないんだけど。ちょっと育てて使ってみようかな。よし、じゃあ次行くか。はい、3の2行きまーす。木を倒す、これか。あれ、簡単に壊れるな。宝箱、それからあ、ここにもあるね。
こっちは何もないのか。じゃあいいのかな。よかったか、行っちゃったけど。うん、いいのか今ので。よし、そんじゃあ次行こうか。はい、3の3行きまーす。なんだ、王子いきなりプロポーズしたぞ。しかも突然のことにもかかわらず2つ返事で OK する女の子、なんだこれ。宝箱、宝箱。いやー、この先どうなる。じゃあお城に連れて行くの。あ、宝箱が全部開けれてない。よし、もう一回行く。はい、リトライしまーす。宝箱をじゃあ先に探そう。そこにある小島があった。よし、今度こそ行けたか。行けたに違いない。よし、そんじゃあ一旦区切ろうかな。よし、ジュエルゲットありがってー。じゃあ一旦止めます。